有名人エピソードない？他ある人いる、はいはい、まだあ、ディズニーランドで小学校4年生の頃初めてディズニーランドに行った時に松岡修造さんにお会いしました。すごいじゃん、はい、ディズニーランドで会えないよなかなか、はい、え、私も USJ に行った時にココリコ遠藤さんにお会いしました。今のは松岡修造じゃないとダメよ、入っちゃダメだから。USJ でも松岡修造いたんだ。すごい嬉しかったですよ。